やっぱりロードプリンス選手にちょっと期待したいですね、あの彼のすごいあの得点力がちょっと噂には知ってたんで、はい、あの今日は真面目に見てちょっと本当に楽しみなんですね。もう含まれておりまして、はい、まあ、今本当にこの入場した12番の、はい、宇沢仁之介選手、あの彼が小学校の時からずっと一緒にあの僕らの第一はこれを得点につなげた。あっと、西村に対して斉藤のスティール。いい、ね、が欲しい中部大第一。いいね、ただここにダブルティーム来た。また取られましたね。奪います。いやそして大塚からいい合わせ斉藤。このプレスはちょっと手強いな。ラインの付近でボールマンにプレッシャーがかかってきます。はい、やるのか。これは藤枝明誠、これも長いパス、ロードプリンスにタッチダウンパスがいった、はい、ファウルだった。人数は今同数です。西村からトゥレサリューとオーヘルプが来てかわす。いいですね。いってますよこれ、赤間スリー、うわーすごい。この後藤枝明誠一人交代があります。柴田はこの後入ってきます。赤間、あ、ロードプリンスファールあってエンドワン、これ4つをして、はい、後半やっぱりちょっと悔しかっただろうし、その分やっぱり頑張ってますね。いや強いですね今。もう一回藤枝明誠ボール、高松、ロードプリンスとトゥーメンゲームか。ちょっとボールが乱れる。ただベースライン際、ロードプリンス駆け引きしてハーバーセンドになりました。まだあの宇沢潤之介選手はそうですね、得点がまだない、今大会ないんですよね、はい、あの4試合出場してるんですが、ただトゥレサリューがカバーしてもう1回攻められます。トゥレサリューのピックから西村、外コーナー空いた、小木、いいですね。今度は高松がコントロールをします。そしてコーナー開きましたが、いいチェックでスリー打てず、タフショット、チェンジ打った、めちゃ怒られてました、あ、集めた先生に、はい、そしてタッチダウンパスいきます。いいですね、高松です。いや、足落ちないですよね、藤枝明誠、すごいと思いますよ。あ、またですね、ファウルあってエンドワンです。3秒、最後に打ってこれは落ちましたが試合終了、100対36。